皆さんこんにちは。今回は一人で鎌倉散歩にやってきました。途中穴場の場所も見つけたりしましたので、そういった様子をお届けします。鎌倉駅を出まして、早速小町通りにやってきました。相変わらず人混みでとっても賑わっています。想像以上だったので少しびっくりしました。朝10時の時点でこれだけ人がいるので、さすが鎌倉という感じです。先ほどから人がたくさん集まっているところを見ていると、コロッケ屋さんが多いように感じます。皆さん朝からとてもエネルギッシュだなと少し驚いています。続いて小町通りから5分ほど歩いたところにあります永昌寺にやってきました。こちらは日本遺産だそうでして、鎌倉の中で唯一の尼寺となります。そして敷地内にある崖を掘って作られたこちらの洞窟、入ってみたいと思います。この暗い洞窟の中から見るこの外の景色がとっても天気が良くって美しく感じました。少し奥に行きますと、白富士がとっても綺麗に植わっています。皆さん写真を撮っていらっしゃいました。風に吹かれてとっても美しいです。お抹茶をいただきながら休憩できる席もありました。続いてこちらの竹林も中に入ってみたいと思います。とっても長く育ったタケノコもたくさん生えていました。さすがにもうこのサイズになると硬くて食べられないですね。天気も相まって本当に美しいです。先ほどの人混みから5分ほど歩くだけでこんなに魅力的なヒーリングスポットがあるとは知りませんでした。そこから北鎌倉の方向に20分ほど歩きまして、明月院に到着です。明月院といえば紫陽花のイメージが強いですが、そのシーズン前どのような感じか少し楽しみです。緑が青々していて初夏という感じがします。こちらも先ほど同様、程よくお客さんがいる状態でして、ゆったり心地よく回ることができます。ここまで2、30分ほど歩いてきて少し喉も渇いたので、こちらのお茶屋さんに入ってみようと思います。内装がとっても雰囲気があるんですが、他にお客さんもいなかったのでゆったり時間を過ごさせていただきました。リンゴジュース果汁 100% のつぶつぶのものをいただきました。
アジサイのシーズン真っ只中であれば、この両サイドにアジサイがたくさん咲いて、その中を通っていく感じだろうなと想像します。枯山水もとても美しいです。昔からとっても好きなのですが、やっぱり心が安らぎます。こちらが有名な景色を切り取る窓でして、この時期だからゆったり景色を味わうことができるのかなと思います。先ほど窓の奥から見えていた庭園なのですが、ユニセフの募金をしなければ中に入れないということで、300円募金をして中に入ってみます。中は少し時期が早かったようで、何か大きな見頃があるものではないんですが、カエルや鳥がそれぞれ鳴いていて、田舎の風景を彷彿立てるようで、こちらも心落ち着く空間でした。帰りがけに少しではありますが竹林を見つけました。鎌倉も小町通りなどはとっても人でにぎわっていましたが、少し歩くだけでこんなにも心落ち着くポイントがたくさんあると思うと、まだまだお散歩してみたくなりました。そして最後に北鎌倉駅に向かって歩いている最中にこちらのカフェを見つけたので、少し休憩して本日の旅は終了です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。